はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋ドットコムの石山です。大阪の堺の中古ピアノの卸業者さん、今度すごい建物を建てられましてですね、まあ、お客さんをお連れして指南していただけるようなスペースができたんですね。でグランドピアノのところもあるんですけど、この階3階なんですけどね、ここはアップライト専門です。まずね、ここに来てね、気に入ったピアノが見つからないわけがないぐらい、450台あるそうです。ここでねご指南いただいて決めていただくこともできますよ。まあ、ピアノ .com の在庫は在庫でね、指南いただいたらいいんですけどね、まだ手は入れてませんけども、まあ、大概のピアノはここにありますから、この機種が欲しいっていうのがあればここで必ずヤマハカワイであればね見つかると思います。珍しいものもいっぱいありますので、ざっと見てくださいね。こういう感じです。はい、こんな感じですね。さあ、はい、純子ちゃんも来てますよ。はい、高田君も来てます。はい、緊張してる？すごいですね、これは。もうピアノ好きの人にとってはたまらない、たまらない状態ですね。はい、こういうね、綺麗なデザインのモールのものもありますね。まあ、UX50 って人気モデル、一番高くもありますよ。こんな感じですね。このね、カワイのエッジが終わってたら特注で、当時百何十万でした。すごいピアノ。こういう珍しいものもありますね。はい。まあまあ、どっか見たことないですね。こういうのいっぱいです。そして、スタインウェイとか、ね。本当にすごい数ですね。まあ、今回オープニングイベントということでご招待を受けてきたんですけども、まあ本当に驚きました。もう多分日本一どころか世界一の中古ピアノ展示場かもしれませんね。本当にもう珍しいものもありますね。彫刻というか、こんなのもありますよ、これ。もうね、たまりません。本当にピアノ好きの人にとっては変わらないね。はい、こういう状況で、河合のこういうね、レアな昭和のね、初期のこういうものもありますね。はい、いかがでしょうか。これからですね、まあ、ピアノドットコムにお問い合わせいただきましたら、こちらにご案内することはできますので、こちらで、気に入ったものを選びいただくこともできます。その都度ね、お問い合わせいただいたらいいと思います。これから一台一台の、まあ、全部は無理ですけど、気になるものを動画に撮って、ご紹介していきたいと思いますので、ぜひお問い合わせくださいね。それでは楽しみに。あ、大橋もありますか。初期の大橋ですね。はい、何なりとご相談のお電話くださいね。よろしくお願いいたします。それではさよなら。